やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。コウケンテツでございます。後ろにハムカーさんがいらっしゃるということは、豚肉は間違いないシリーズです。今回はしゃぶしゃぶなんていかがでしょうか。でも野菜も食べれて、もうフライパン一つでできて、そのままテーブルにドンと出せる一番簡単で美味しいやつです。お野菜たっぷりフライパン蒸ししゃぶなんていかがでしょうか。はい、では早速作っていきたいと思います。使うお野菜は今日はもうキャベツとおネギ、今回ちょっと分け木的なのを使ってますけども、お好みのネギ使ってください。他にも青菜入れていただいたり、もやし入れていただいたりでもいいかもしれない。お野菜、キャベツは4分の1個芯切ります。芯切りまして、もうここはもう芯のところはザーッと薄切りにしまして、この部分再度きれいに洗っていきたいと思います。はい、洗ってきまして、なんとなくね分けております。でこれをもうこのままですね、大体1センチ幅ぐらいかな、もう細切りにしていってください。1センチ幅ぐらいの、ゆっくりでいいですよ。こういう感じでザクザクと切っていきます。まあ火が通りやすくするために、あとは全体の一体感を出すためにこれぐらいの幅で切っておきます。はい、これおネギ、青ネギですね。まあ斜めにこんな感じで斜め切りにしていってください。よいしょ、こんな感じで好みの幅の斜め切りにしていってください。はい、こっからは非常にシンプルです。もうフライパン用意していただいて、火をつける前にこの1センチ幅に切ったキャベツを敷き詰めます。もうやっぱりね、この時期ね、火を使う時間はできるだけ短くしたい、調理法も簡単にいきたいっていうのがね、私も本音でございますね。でこの上にネギ、ちょっとイメージは重ね蒸しのような感じですね。まだ火はつけてございません。さらにその上に豚バラの、今回はしゃぶしゃぶ用のお肉、薄切り豚を使っていただいてもいいんですけど、今回はちょっとしゃぶしゃぶ肉でさっと火も通りますし、お野菜ともなじみやすいので使ってございます。こんな風にさーっともう並べていってください。さーっとね、イエーイ、美しい。とにかくキャベツ、おネギで豚を重ねます。でここでお酒、を加えまして、カルジオね、カルジオしまして、このまま蓋をして酒蒸しにしてまいります。こうすることで豚のうまみがネギに、キャベツに行きまして、お野菜が最高に美味しくなるという。ではこのまま酒蒸しにしてまいりましょう。ではですね、今、蒸してる間に最高に美味しいタレを作っていきたいと思いますね。玉ねぎをおろしていきます。このおろし玉ねぎだれが本当にうまい。夏はやっぱりおろしですよ。 OK、 これを器に入れちゃいます。すりおろし玉ねぎは美味しいですね。タレに、いろんなタレに使います。 OK、 はい、ここに調味料をプラスしていきます。お醤油ベース、やっぱりね、お醤油に酢醤油、やっぱりちょっとポン酢チックな蒸ししゃぶには合いますよね。生姜のすりおろしたっぷりがおすすめです。たっぷり入れてください。で砂糖で甘みとコクを出す、で酸味もちょっと和らげてくれるという効果がございます。混ぜる。はい、ここでおラップをしまして、このままレンジ加熱してまいりたいと思います。はい、それではオープン。いえ、あ、最高。キュッとなってます。なんとなく中ちょっとチェックしていただいて、周りのキャベツどうかな、はい、お肉に火が入ってるかどうか、お野菜がくったりとなってるかどうかを一応確認してください。このままガッと強火にするとね、こうキャベツのお焦げもできて、それはそれで美味しいです。お好みの状態に仕上げてくださいね。はい、では、はい、タレも加熱しました。タレをかけて仕上げましょうか。もう火は止めてございますので、はい、今もうタレかけてしまいますけど、皆様は食べる直前にテーブルの上でかけてください。あー、美味しそう。イエーイ。で、好みでちょっと唐辛子とか、私は胡椒でいきます。ラー油とかでもいいかもしれない。お好みの薬味等で仕上げてください。はい、このままフライパンでドンと出させていただきます。完成しました。お野菜もたっぷりいただける超手軽な豚の蒸ししゃぶでございます。あー、美味しそう。それではいただきます。お野菜もとろとろ、いただきます。これ1人5フライパンはいけんじゃない？もうね、軽やか。ネギとキャベツが甘いこと。これね、やっぱり薄切りの豚でもいいんですけど、しゃぶしゃぶの方が一体感が非常に出ますね。お肉も柔らかく仕上がります。めちゃめちゃこのタレがまたうまい。タレおいしい。ただ本当に常備調味料でシンプルに仕上げてますので、お好みで柚子胡椒を入れていただいてもいい、唐辛子入れていただいてもいい、お好みの味に仕上げてもらったらいいかなと思います。そうめんにかけて混ぜて食べてもいいしね、当然丼にしてもいい、おつまみでもいける。まあ、いろんなバリエーションも楽しめますので、あとはやっぱり簡単なのがいいね。ちょっと冷蔵庫に残ってるお野菜とかもう入れてもらってもいいですし、思い思いに味わってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。